それではね、体液性免疫、あの適応免疫の一つ、体液性免疫について見てみましょう。体液性免疫。ね、さっきね、樹状細胞が敵を食作用で飲み込んで、で、ね、病原体などのね、異物の断片を MHC に乗せて、こう提示してくれてるんですね。はい、これやばいですよって。こんなやばいやついますよね。こんなやばい懸賞菌のやつがね、あの悪党がいますよってね。そうすると、それを、もちろん、受け取る、あのその情報を受け取る人が絶対いなきゃいけなくて、ヘルパー T 細胞って人が樹状細胞、これ樹状細胞だ、樹状細胞の、こう提示した抗原情報をヘルパー T 細胞が受け取ります。あ、やばい、ね、懸賞菌3億のやばいやつがいるんですね。ね、ここでわかるね。一方その頃サウスブルーでは、ね、一方その頃また別のやつが、また別の細胞が B 細胞っていうけど、外から飛んできた異物の情報を自分の受容体でここでキャッチしてる。こいつはね、ちょっと変な形の受容体を持ってるんだよね。異物を自分の受容体でキャッチしてる。むって、やばいぞって、なんかやばいやついるぞ、ね、やばい悪党がいます ね。で、こいつはこれごと自分の中にこれごとぐにゅって取り込んで、こいつもこいつで自分の細胞膜上に MHC とそのこの断片をこう持ってる。だから B 細胞もね、抗原提示細胞の仲間、ね、樹状細胞の仲間に入れる場合もありますね。だけどね、多くの、ね、リンパ球ね、これもヘルパー T 細胞もリンパ球なんていうけど、多くのリンパ球は抗原提示は、しませんからね。まあ、こいつはね、特殊で、ね、抗原提示してますけどね。まあ、気をつけるようにしてください。で、この B 細胞とヘルパー T 細胞が出会って、B 細胞で、B 細胞は断片を持ってて、で、ヘルパー T 細胞この2人が出会って、あーって最終的な反応が起こるんですね。ヘルパー T 細胞は B 細胞に B 細胞を刺激する物質を送って、それで、ね、細胞がね、何かを細胞を刺激する物質の総称をサイトカインって言ったりしますが、サイトカインっていう化学物、サイトカインね、種々の化学物質によるよって B 細胞を刺激して、この B 細胞は文化っていうのは形を変え特定の働きを持つ意味で、分化して抗体、酸性細胞になります。生産じゃなくて酸性と書いてくださいね。抗体酸性細胞となった B 細胞は、自分の持ってる受容体をピョーンって自分から外して分泌するようになります。この分泌された B 細胞の持っていた受容体をみんなは抗体と呼びますね。これは抗体です。もともとは B 細胞の膜上にあった受容体だったのね、抗体っていうのはね。で、その抗体が敵をやっつけて、敵をキャッチして、体の平和が守られるわけです。これが体液性免疫の流れでした。